スポーツ放置は放置新聞社が発行する日本のスポーツ新聞。大号はスポーツ放置となっているが、正式名称は放置新聞である。戦前の1942年に新聞社の持ち分合同による経営統合で読売新聞と合同、読売放置としたが、戦後一度読売から独立。有刊誌、新放置、放置新聞を経て、 経営難から1949年に再度、読売新聞参加に入り、スポーツ新聞に転換した。1990年以後、スポーツ放置の代号を用いて、それまでの放置新聞からより一層スポーツ史としてのカラーを打ち出すようになっている。スポーツ放置としてのニュースサイトは、2019年3月26日より、独自ドメインである放置ニュースを使用している。 それとは別に、法治新聞社としての企業情報サイトとして、hochi.co.jp を使用している。かつては、ニュースサイト、企業情報サイトとも共通で、読売新聞参加の h o c h i y o m i u i c o j p を一時期使用していた後、 2014年4月1日から、再び独自ドメインの hochi.co.jp を使用していた。読売新聞グループのスポーツ新聞であることから、読売ジャイアンツの情報が多く、一面左下には、毎日必ず、ジャイアンツ日記というミニコラムを掲載するなどしている、ことから、全国の野球ファンからは、ジャイアンツの機関誌と認識されている。なお、 巨人が勝った翌日は1面から3面が巨人関連ニュースになるほか、巨人の選手のコメントもきめ細かく掲載している。他のスポーツ新聞のような略称はないが、一般には放置と呼ばれている。スポーツ放置東京本社2008年1月1日から、スポーツ放置大阪本社が入居している、読売大阪ビル、放置新聞がメイン大事だった頃の放浪看板を設置する。 新聞販売店1997年11月、それまでスポーツ放置が発行されていなかった九州、山口地方での発行を目的に、株式会社読売が子会社として株式会社スポーツ放置西部本社を設立。1998年3月からスポーツ放置を福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、 山口県に向けて発行。スポーツ放置は1998年以前まで九州では発行されていなかったが、九州版の発行でスポーツ日本、日刊スポーツに続いて全国をカバーするスポーツ新聞となった。2002年7月の読売グループ再編により、現在は読売新聞西部本社の子会社となっている。東海三県では読売新聞東京本社の支社である。 読売新聞中部支社から発行している。1979年に当時の中部読売新聞社が当時の放置新聞の中部版放置スポーツとして発刊したのが始まりである。総刊当初は大事は朱色、見出しはモノクロと東京、大阪版とは逆であった。1996年に他の地域と同じスポーツ放置と第号を変更した。ただし、他地域が 放置新聞の第5を紙面に併記しているのに対し、中部地域のものは、スポーツ放置の第5のみである。一部売りは、中部版のみ100円だったが、2012年4月1日より120円となり、同一地区で発行される日韓スポーツ、スポーツ日本と同一価格となった。2014年4月1日、消費税が 5%8% に増税になったのに伴い、 130円に値上げされた。中日スポーツや日刊スポーツ同様、アダルト記事が宅配版、即売版とも掲載されていない。プロ野球と J リーグの試合、テレビ放映日程の表は原則東京版と同じものであるが、東海地方の読者に配慮するため、欄外に東海地方の中継として記載されている。また、東海三県内で発売されるスポーツ紙では、唯一、 新聞休館日における特別版を発行していない。このため、休館日特別版に掲載される読者プレゼントは、休館日翌日の通常版に1日遅れで掲載される。東京本社、大阪本社日刊スポーツと並び、地方版に特に力を入れている。中部支社が発行するスポーツ放置は、印刷機械の関係で24ページしか印刷できず、軽場面。 特集企画記事が多い日は芸能面、社会面が一部、または全面掲載されない。ながそのためか130円と安価で販売されている。しかし、チューブ版は2008年4月以降は愛知県清須市に完成した読売新聞中部士社の新工場で印刷されることになり、日によってページ増も可能になった。独自の日替わり企画を掲載している。 関係上、しばしば芸能面が1ページに縮小される。その場合、2ページ分の内容を1ページに圧縮したものを大阪本社で制作し、広告欄なしで掲載される。また、2008年7月からインターネットでの情報発信を始めた。関西地区の情報限定で扱っており、主に新聞紙面に掲載された記事を更新している。AB 直営の東京本社。 北海道総局は、東京、大阪、北海道の順。大阪本社だけ、大阪、東京の順。フランチャイズの中部、西部については、それぞれの地域の分だけ。名古屋版総監当初は、中部読売と同じものが使われた大阪、西部版では、中継予定を、関西、九州地区のものに差し替えている。ただし大阪管轄の中、 四国地方の放送については掲載されていない。ありがとうございます。